越前ちょっと遠方です。白山市に行きました。いやー今日は470が復活しました。よかった。ただ今日ここね、あっちの一番上の田んぼが凄まじい東福殿があります。なんか今年から来た新しい田んぼですけどね、えやっぱり土が死んでるんだろうな。ねえ、やっぱ化学肥料農薬使い続けた田んぼは本当に明らかに弱いです。じゃあ稲刈りします。
しこっから 1,2,3,4 枚はパラダイスですけど、一番上がヤバいところです。とにかく全開で買ってしまいます。じゃあこれはなんか大木が生えてる、ま生えてるよ。いや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 、時々ぴょんと出てしまう。しかしここだけすごいよ、ね、ジャングルです。午前中の休憩に行きますけど、わー倒れてる、ぺったんこ。去年ここ、この工事のために資材置き場になって鉄板ぴっしり引いてあったんだよな。それもあるし、ちっちゃいんで田植え機の肥料が重な、いや重なったっていうところじゃないな、これ完全に土がしんどったやな、これ頑張って刈ります。
産地の一番打者花越前の稲刈りが終わりました。収量は結構やっぱり規格外が多いのでやばいかな。まあでも去年よりマシだと思ってます。イエーイ。もう2袋もある。もう3つ目できとる。おい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 、なんだこれ、やべえ。2番もこんな調子け、やばいやばいです。大豆の畑に来ましたが、すごいことになってます。実は雨城にやられました。ここの植木から雨城が移ってきてこんなに枯れてしまいました。消毒してもらったので雨城ちゃんはいないみたいですね。前回もしゃ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 食われてましたからね。大丈夫かな。ただでも室外で今年収量がなさそうなのにねえ、弱り目にたたり目でございました。いやー、メシロちゃんいます。ついでにカエルちゃんもいますけどね。アメシロ食べんのかねこいつは。うわ、まあここでストップしたってことでよしということにしましょう。参りました。